キングプリンス、二人体制でテレビ初出演、パフォーマンス披露後、ファンの声は様々、いい感じ、寂しい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。TBSK、CDDV ライブ、ライブ、に出演。 キングプリンスが5日放送の TBSKCDDV ライブ。ライブ2時間スペシャル午後7時で長瀬門と高橋山の2人体制になって初のテレビ出演でパフォーマンスを披露した番組冒頭長瀬はすごい楽しみです。僕ら2人らしく僕ら自身も楽しんでパフォーマンスができたらなと思います。 と言い、ステージに立つと、お願いしまからす、と挨拶した。高橋は、緊張気味ではありますね。一方、長瀬にその様子はなく、結構、今、ワクワクしてます。心込めていい曲やということができるんですけど、見てくださった方々の気持ちが少しでも軽くなれば、そして背中を押せるパフォーマンスができればと思います、などと話した。それを受け、 高橋は金プリチーム一丸になって作ってきた曲なので、本当に今日が嬉しい日でもありますし、皆さんにとにかく楽しんでいただければ、と意気込んだ。二人は今月16日リリースの新曲、何者、とカップリングの、名もなきエキストラ、のメドレーを生歌で披露。息の合ったダンスと歌声にファンは即座に反応し、ネット上には、いい感じ、かわいい。 ここから始まるんだ、の声が相次ぐ一方で、やっぱり、寂しい、5人を引きずっている、涙が出る、などの声もあった。キングプリンスは5月22日をもって、平野市を、岸優太、神宮寺優太が脱退。平野と神宮寺は同時にジャニーズ事務所を退除した。岸は9月30日に同事務所を退除する。 長瀬と高橋はグループにとって CD デビュー5周年記念日の5月23日に二人体制でリスタートした。米印高橋山野、こう、の正式表記ははしご高エンキャント編集部。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。